憲法9条改正第3項下権自衛隊、または自衛権の明記をした場合の27のメリット憲法9条改憲、下権には、以下の通り、実に、多くのメリットがあります。一刻も早く、改憲発議及び国民投票がなされるべきです。27のメリット1、優れた軍事技術を持つ他国との間で対等にして、 交換的なな相互協力が可能になる2サイバーテロ対策予算投入がきちんと打てるようになり日本の基礎社会インフラの破壊を防げる3拉致家族が帰ってくる4北方四島が帰ってくる今でさえロシアは日本のイージス・アショア導入に反対を表明日本の再軍備をひどく恐れている5311や熊本大震災のような 人工地震で狙われることもなくなる6、悪ともな民間傭兵会社を傘下に収めるモンさんとの不当な圧力にも負けなくなる。7、中国戦績の領海侵犯、尖閣沖が解消される。8、沖縄問題がなくなる、中国が諦めるため。9、近隣諸国におもねる形で拠出される ODA と政治家へのキックバックが解消される。10 米国の年次改革要望書の拒絶が可能になる。11、愛国政治家が殺されたり、失脚させられたりしなくなる。12、外国と殺傷する日本の高官たちも、不当な脅しに屈しなくなる。13、ジャパンハンドラーズに平心抵当しなくて済む。14、米国の国債を、毎年何十兆円も買わなくて済む。その分、国内に予算が回せる。 15国連や欧州諸国等に上から目線で内政干渉を言われなくなる16世界の防衛に協力できないなら金を出せとして日本の国府が奪われることがなくなる17自衛隊の予算の倍増や隊員の地位上昇により日本経済も活性化若者が積極的に自衛隊に行けるようになり国防戦線が若返るまた国防予算を増加した場合 日本国内でお金が回る。経済の復活は少子化対策になる。18、内外勢力による歴史認識等の活用による政治的・経済的圧力や散脱を防げる。19、慰安婦問題、南京大虐殺問題もなくなる。20、日本の歴史的文化財、寺院、仏閣等の破壊もなくなる。21、売国の政治家が枯渇する。22 日本の反日メディア問題もなくなる。他国におもねる放送もなくなる。他国に対し筋を通せる。他国に脅されない。23、ハニートラップがかけづらくなったり、ハニートラップがハニートラップでなくなる。24、祝日に日本の国旗を掲げても右翼呼ばわりされなくなる。25、天皇陛下や皇族が守られる。26、日本人も。 自然と愛国心が芽生える。27、日本の病理がなくなって、精神的な軸が定まることにより、自殺者数も減る。故宇宙、ロシア皇帝を倒したロシア革命、1917年の方針として、以下の戦略が立てられていた。玉座の守護、愛国心の養成所である、軍隊を廃滅せよ。がそれである。これこそが、戦前の天皇陛下をいただく日本。 愛国心の強かった日本人を変えようと GHQ が憲法9条を制定した偽らざる理由である。